今日引けやすいですよね。売り圧力最初強かったんで、52指導平均線のデッドクロス形成も入りそうになってるわけでしょ。まあ、やるとしても200日ぐらい。超強いパターンなんですよ。これ上がっていく時のパターンで。ここが、クロスしたら終わりなんですよ。その後って結構近いような調整が入るんだけど、日銀が何か金利のところ修正入れたならば、まずその日見なくちゃいけないのは銀行、政府、損保、そこ、金融系。他は後回し。これは毎回言ってる通りですね。はい、皆さんこんばんは。10月の23日夜の10時だね。ライブ配信やっていきましょうか。まあ、日経平均続落という流れで、日経平均先物が今150円安かな。で、さっきアメリカの10年債利回りが 5% を一旦抜けたんだけども、今 5% 割れまでまた戻ってきてる感じだね。で、前から言ってる通り、日本株の上昇の、まあ、期待値求めていく上で、ビックスとマックディ、デッドクロス形成ね。まあ、これがキーポイントとなるのは、僕の中でやっぱし非常に高い確率なのかなっていうふうに思っているので、やっていこうか、日経平均。まあ、きついね、という中ですよね。まあ、日経平均、今日も259円下がってるんだけども、まだ下げ止まりの兆候は出てないよと。ストキャー、RSI、マックディ、まだ下向き、日足、パラボリックと日足との距離感近いんで、まあ、一旦下落トレンド形成してくるのかなっていう感じだよね、今の状況で言うと。で、日経平均の理論値に関してはちょっとまだ修正入れてないんだけども、まあ、大体ね、もう同じですね。はい。このライン。日経平均の理論値ね。PR14.5 倍のラインと200日移動平均線。はい。だいたいイコールのとこ、ニアリーイコールのとこに存在してるんで、そこまで行くなら、3万300円。はい。っていう感じだよね。翔さんお帰りなさいって、みんなただいま。はい。日本に帰ってきましたと。落ち着くね。やっぱね。うん。お茶がうめえの、緑茶が。コンビニのやつなんだけどさ。はい。ヒーさん200日かって、そうだね。今のところだって、まだストキャスティックスも落ちきってないし、上がってくる兆しないんだよね。で、ビックス指数が今 21.97 まで上がってるんで、これの MACD がデッドクロスを組んでくると、やっぱし上がってくる形になるから、もうちょっとね、強含むかなっていうふうに思うけど。だね、ヤマピーさん、そうだね、マザーズ下げましたねって、せやね。マザーズ興味ないもん、今。やってないって散々言ってるんで、ここに関しては僕は中小型株は弱いよね、はっきり言ってね。3.33% ゾロ目だね。下落っていう感じかな。きついね、ここあたりね、中小型株やってる人は、今の試合結構、苦しんでる人多いんじゃないかなっていうふうに思うんだけども、やっぱアメリカの金利であったり、日本の金利が上がってる中で、やっぱ中小型株はね、金利下がんないとなかなか難しいよね。で、日本の10年債利回り今 0.865% です。で、5年債、2年債利回り、5年債、アメリカね。うん。で、10年債利回りがさっきね、5% 超えたんだよね。はい。ちょろっと抜けてると思うんだけど、そこで一旦下げてきてる感じかな。はい。緑茶うめえなのよって、そうなんすよ。そろそろビックス、デッドクルクスしてほしいって、してほしいね。してほしいね。でもまだね、なんとも言えないっすよね。あ、ちなみに僕何も今日やってないよ。フライトやったから。その前にも、手締まうものは手締まって、準備してやってたんで、はい。1週間ぐらい前からね。ないない。先行するのがマザーズ下落がってこと？いや、マザーズはでも僕はあんまりいいではないけどね、今ね。今年は多分年内はやらないんじゃないかなっていう風には思うかな。高木さん、空売り比率 45.5 でしたっけって、俺見てない、まだ。さっき帰ってきたばっかしでも。空売り比率が 45.5% だね。空売り結構入ってんだよね、これだけ見るとね。でもそれ以上にやっぱ信用の買いが多いんで、日本株はね。そこだよね。日経平均の軌道に関しては、主に修正はありません。この4番、どうなるかわからんよ。まあ、なんかこんな形で適当にこう、ジグザグ、書いてるけど、年末安に向かっての動きっていうのは、まあ今のところ、はい、変更はないかなって感じですね。6178。はい。日本郵政分析お願いします。今日上がってるもんね。このマーケットの中に試合でもね。強いね。もうちょっと様子見てたら、どちらにしても決算もう少ししたら出てくるからさ。はい。まあ、ダイバージェンスっぽいの出てるんで、RSI の下値ラインを割るような動き方になってきたら、その段階で終わりかな。ここの下値ライン、こっちか、まあ、とりあえずこっちしとこっか。こっちの下値抵抗ラインちょっと意識でいきましょう。はい。ここのラインね。こう割ってくるとちょっと割れて下の方行くかもね。マックリゴールデンクロス形成ね。ちなみに直近の高値安値、ここかな。ここでフィボナッチライン引いてみると、ここは抜けてるので、やったらここからこっちにシフトチェンジして、こんな形で引きましょうと。こんなラインが一応見えてはいるんで、よろしくお願いしますと。はい。5108お願いします。ブリヂストン、6058円で300貨持っています。いくらで難品したら良いでしょうかって、まだ少し様子見たらいいんじゃないですか。決算近い、11月10日でまだもうちょい先か。どこに難品って、まだ何とも言えないチャートじゃないですか。はい。今のところどこ
こでっていうのは全体的なところ見てなので見えてはいないよね、別にね。うん、見えてはいないよね。断続的なデッドクロス形成して一目の加減終わったらもうちょい下行くかもしれないねっていうふうには思いはするけど、このラインね 61.8% 戻したいね。もう少し引きつけたら、うん、需給はなんぼな。もうだからさっき帰ってきたばっかしだから髪もめちゃめちゃ風呂入りたかったけど、シャワー浴びたかったけど、まあ、あの書類作業とかしとったら気づいたらこの時間よ。需給は 1.89 倍でそんなに悪化してるわけじゃないね。 PR11.7、 PBR が 1.18 倍。はい、あのもう少しその引きつけましょうか。愛にここをボトムと決めつけてやるんじゃなくて、もうちょっと下来るかもしんないなっていうところで、でいくらあったっけ、 6000 いくらで買ってんだっけ、ブリヂストンでしょ、6058円で買ってるんでしょ。まだ1割も下がってないじゃないですか。だったらまだもうちょっとまだ早いんじゃないですか。うん、数パーセントでしょ下がってるって言っても。1割下がってないんで、もうちょっとその下げてから買うみたいな感じでいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。はい、それか決定的なその上昇のサインが点灯したタイミングで 10% も下がってないじゃないですか。何々ゆうさん、どれもまだまだで何も買えませんと。打診からだよね。あのビックスとマックディデッドクロス形成だよ、やっぱ最終的な上昇のサインっていうのは。あ、それがやっぱし上がってくるためには必須条件になり得るから、そこを見る。ビックスとマックディデッドクロス形成だから僕も玉残してるもん。信用もやってないよ今、前から言ってるけどさ。うん、もう信用のあの枠は全部ほぼ開けてる状況で、ボトムストを待ってるタイミングですっていうふうに言ってるんで、デートレでガチャ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 するにしてもね、はい、待ってる状態ですね。キャッシュもバッチリ、安くなったら買いたい銘柄もリストアップ終わってる。はい、だからまあね、買って買いたいよねやって打診からちょこちょこって買ってる感じかな。で、打診やったやつはに関してはもっと下げてほしいなと思って買ってるからね。ちなみに安く買って高く売りやで、高値掴み現金、そう、高値掴みは意識すれば、あの、回避することはできるんで、しっかりとその、ボトム取ってやるってのが一番いいのかなって感じがするけどね。ん ?5401 だね。5401。なんか変なの出てきたった。あの、まだ落ちてるナイフなんで、まだもうちょい下がるかもしれないですね。決算近いんで、もうあの、決算プレイなんじゃないですか、これ。買おうと考えてます。分析お願いします。まあ、200日ぐらい、もし手入れるとする、しても。今日引け安値ですよね。売り圧力最終強かったんで、で、25日と50日移動平均線のデッドクロス形成も入りそうになってるわけでしょ?だいたいニアリーゴールだったね、この天井近辺の予想はね。で、ストキャー RSI マックで別に何も起こり出てないし、まあ、やるとしても、200日ぐらい。で、そこで買ったとしても、決算持ち越しになると思うんで、あの、決算プレイって感じになるのかな。3058ぐらい?もちろん落ちるんかもしれないね。うん。はい。わかんないけど。でも今日のこの引けの終わり方を見るならば、最終売り圧力がやっぱし最後まで出てたっていうところもひっくるめて、もう200日まで行くかもしれないねっていうことを予想しなくちゃいけないよねっていうところあるよね。うん。受給は買い取り回り高いもん。5401でしょ、新日鉄積金ね。9ね。PR7.2、PBR0.66 倍、買い取り回り 4.77%。で、これがもし PBR1 倍の水準まで戻るとするならもっと上あるんだけど、はい、もっと上あるんだけど、ここの高値割っちゃってるんだもんね。この高値で止まって上がってくるんやったら、ワンチャンやったんだけど。そうだね。もしその、打診入れるとするなら200日ぐらいだと思うんですよ。で、そこから、さらに下がってくるようやったら素早くその行動して損切るなり、もしくは下がったらまた難品していくっていうことをやっていかないといけないと思うんだけど、で、直近のフィボナッチラインのこの高値安値のラインを引くならば、ここ200日ラインと 261.8% 戻しラインが見えるんだよね。で、その下が2646であったり2445、ただここまで下がるとするならば配当利回りも相当なんていうかな、やっぱ高いと思うんで、高くなると思うんで、配当狙いで買っていきたいよねっていうのはあるかもしれないね。成功所、神戸成功は、あれなんか出てこなかったっけ、神戸物産やったっけ、神戸成功さんやったっけ、まあいいや。成功所400株1990円で助かりますか、いや何もしなかったら助からないんじゃないですか。うん、あ、いや、あの、助かるか助からないか問題はまだわかんないんだけど、はい、あの、そこまで1割ぐらい高いところで今から買ってるんやったら、そのまんま何もやらなかったら助からないとは思う。で、ここのライン割って今ヘッド&ショルダー形成してるわけでしょ。で、ここは、1990で買ったってことは多分ここあたりで買ってると思うんだけど、超わかりやすいっす、ここは。なんでしょう、はい、皆さん、お答えください。これ何のパターン、よう出るよね。あとみんなよかったらチャンネル登録しとってもらえると嬉しいです。このパターンは、必修科目ですよ。
僕のチャンネル見てる人はね、はい、ここは必ずインプットして帰ってもらわないと困るというところで、爆撃戦略4の動画を出してるから、はい、爆撃戦略4の動画をね、もうその通りの動き方なんじゃないんですか？それっぽい動きしてるよ。まあ、ダイバージェンスは出てないけど、でも基本的な流れに忠実ではあるとは思う。まあ、割っちゃいけないライン、ここでしょ？そうだね、爆撃戦略4でこれダイバージェンスが出てれば、もっと良かったんだけど、でもその、ね、規則正しい形から崩れたわけでしょ？ 5 日と25日のデッドクロス形成して、その後にこういった動きになりやすいよねっていうのは、もう真理ですね。一つの型として覚えないといけないですよね。もうちゃんとぶっ壊れてるんだよ、この段階で。だからその、壊れた初動で買ったから、今こういった形になってるんですよ。ということは、このパターンを、値動きの、想定ができてなかった、要はその形を覚えきれてなかったっていうところで、今、覚えて帰ってほしいんだけども、やっぱしこれ、5日と25日移動平均線をボトムラインとした、長期の上昇トレンドを形成してるわけですよ。はい。ということは、これね、25日と5日移動平均線がデッドクロスを形成した後に、ドーンって下がりやすいんですよね。で、ここに、その、上値、日足の上値抵抗ライン切り上がって、RSI とか MACD の上値抵抗ライン切り下がって、RSI の下値ライン割ったら下にドーンというパターンが出てくると、さらに、角度は高いんだけれども、ただ、ここはやっぱしもう、5日と25日の上の方でずーっと動いてて、そのパターンが崩れたこのタイミング、もうこれも決定的にはっきり言って、この形。超強いパターンなんですよ。これ上がっていく時のパターンね。このパターンが出てきた時の終わり方なんで、ここが、クロスしたら終わりなんですよ。その後って結構強めの、しっかりめの調整が入るんだけど、で、その後に下がって、要は壁ドンパターンでしょ。はい。ここでさらにその、下落の1、2、3、4、5みたいなパターンが出てるわけじゃないですか。一旦下がって上がって、ボリバーの中央線25日ぐらいまで上がって、一目の壁にぶつかって下にズドンっていう、その壁ドンパターンかな。はい。それが発動したというところで、やっぱし結構素直に動いてるんですよね。これチャート的に言うと。で、今の段階で言うと、まだわからん。ストキャー RSI マックで中途半端だもん。ここでボトム取って上がってくるかどうかっていうのは、そのパラボリックと日足との距離感が近いんで、このドットと日足がクロスして下落トレンドでが形成されると、ワンチャンその5日と75日のデッドクロス形成、25日と50日のデッドクロス形成、その後に一目の下限割れてから100日ぐらいまで下がるかもしんないねっていうのもやっぱしあるわけだから、だからその、しかもヘッド&ショルダー形成してるわけでしょ。ちょっとここあたりの動き方ね、そういうところをひっくるめて、ちょっとその弱めなのかなっていう感じはするよね。で、ちなみにその需給的なところで言うと、だからその前の段階でね、ここの形に気づいてほしかった。どっちかっていうと。ただね、ただ配当利回り 5.16% は高いんですよね。はっきり言ってね。高いんですよね。ただ、需給が、信用の改ざんが、これ、合算で、1138万株入ってるんですよ。精度で817万株で。倍率 6.19 倍なんだけど、結構その、信用買いが溜まってるんで、もしここから、株価が崩れていくとすると、ここを起点として高値から半年になるわけなんですよ。そうなってくると、ちょっと年末、上げ下げ、しながらこう動いてくるかもしれないねっていうところ、年末年始ぐらいになるかもしれないねっていうのを見ていく必要あるよね。ニューヨークダウは150ドルぐらいマイナスだね。下掘ってきたね。ヘッド&ショルダーがちょい見えてるんで、下のラインを割っちゃうと、もうちょい下がってくるかもしんないっていうパターンが一応出てはいる。あ、もう書いてるわ。前、ライブ配信で聞いたんかな。このヘッド&ショルダーね。やっぱ行ったね、ここまでね。はい。前話してるところ。ここね、この点線ライン割っちゃうと、ちょっとその下落圧力入りやすくなっちゃうんですよ。で、S&P500 も 0.46% 下落。ただ、ガーファム決算だからね。24からだったっけ？どこだ？マイクロソフトとアルファベット？あれ、なんか先やったっけ。まあそこあたり出ます。もう24日だから明日の明後日の朝かな、今結果出てると思うんだけど、 S&P500 も200日移動平均線をちょっと割ってきちゃってる。で、ナスダックも 0.49% 下落中、200日まで行きそうだね、ここもね、なんとなくね。目先はとりあえず、ソックス指数 0.62% 下げで200日タッチ、だいたいまあ200日かな。ストキャー RSI マックディこんな感じね。で、ビックス指数は22ぐらい。はい、別に上がっていくような兆しはない。はじめさん、ビックスのゴールデンクロスが強めだし厳しいですねって。そうだね、やっぱそのビックスのマックディがデッドクロスを組むと、そこで株は上がりやすくなるから、そのサインが出てくるまでは、なかなか難しいとは思うよ。金利も 5% ぐらい推移しちゃってるし。あれ、金利がやっぱね、低下しないと、なかなかね、難しいよねってところあるよね。グロース株とバリュー株、ちなみにどっちが動いてんの？アメリカ株っていうところを見るんだけど、GB 倍率下落じゃない？下げだよね。そうだよね。バリュー株。はい。グロース株よりも、バリュー株の方が、マシな動きをしています。米国株は。下がってるからね。で、セクター別
騰落率、すべてのセクターが下げじゃない？そうだね。エネルギーセクターが一番下落。今日も日本株はエネルギーセクターが上がったからね。で、ユーティリティ、不動産セクター、一般消費財下げ、工業株、そんな下がってないとこ、ヘルスケアであったりとか、生活必需品、コミュニケーションサービスセクターも下、金融セクターも下割っちゃったね、そこ割っちゃったね、マテリアルセクター下落方向にバンドオーク、インフォメーションテクノロジーも情報通信も直近安値近辺まで落ちちゃってます。はい、一般消費財が下落方向にバンドオークね。まだ別にその、下げ止まりに兆候は出てないっすよね。これ見る限りでは。うん。日経平均も釣れやすだな、ピンチはチャンス。せやれ、ピンチはチャンスやれ、電柱さん。俺買いたくて買いたくて仕方ない株がいっぱいあるんで、特にその、信用ももうすっからかんも開けてるし、枠も全部ね、開けてるし、現物あるけれども、キャッシュも、かなりあるから、はい。安いところで買ってきたいなっていうふうに思ってね。安く買えて嬉しいになるって、そうですね。安く買うチャンスでは、まあもちろんその、高いところで買っちゃって、今含み損抱えちゃってる人にとっては、どうしようってなっちゃうこともわかるんだけど、ただ、ポジティブにやっぱし考えないと、メンタルやられるんで、で、冷静な判断ができなくなるんで、ここはね、なんていうかな、考えながらやっていきたいところだよね。チブマンさん、年末に解約した方が良い、それとも、ステイ。年末に解約した方が良い、それともステイ。いや、僕、年末に向かって下がってくんじゃないかと思ってるんで、どっちかっていうと、12月相場は弱めなんじゃないかって思ってやってるんで、はい。それは前から言ってる通りですよ。年末は、12月末は、損益通算です。ただでさえ売られやすいのに、今、信用の買いが、狂ってるぐらい入ってるから、めちゃめちゃ重たいんですよ。マーケット全体が。その中で、やっぱし12月素直にこう、すんなり上がっていくかっていうよりも、信用取引で含み損抱えてる人が多いんやったら、一旦年末に投げて、損出しして、税制上の還付受けて、まあ、仕切り直す人とかも出てくるよね。で、損失は別にその、1年間だけじゃなくて、3年間確定申告さえすれば繰り越すこともできるから、そこで一旦仕切り直そうっていう風な人も出てくるかもしれへん。うん、最終ね。ただし、ここで注意しなくちゃいけないのが、損益通算は、最後の最後にやろうと思ってやっちゃダメなんだよね。最後の最後に。もう今の段階からもう早め早めにやってないと、その狂ったようなその売りに押されて、損益通算はまあ年末に向かって下げてくる可能性があるから、最終日までね、損益通算の。なので、そこはしっかりと認識して、余裕を持ってやった方がいいと思う。うん、余裕を持って。はい。アオンさん、本当に明日発表の信用損益率では信用改ざんが4兆円の大台を超える可能性があるかもしれませんね。4兆円の大台超えたらね、多すぎなんだよ。日常合計の信用改ざんが。今、3.8兆ぐらいかな。3.88 兆円ぐらいの信用の改ざんがマーケット全体に待機してるんだけど、前回のデータでね。で、最新の日常の改ざんの推移が明日発表されるんですよ。引き後に。だからそこなんだよね。そこで信用買いがさらに増えてたら、マーケット重たいね。ということは、年末やすまたなりやすいかもしれないねっていうのを2018年相場でやったりとか直近やったら去年みたいな年末相場になるかもしれないねっていうのを意識してやっとかないといけないかなっていう感じがしますね。はい。何々下げハート生産下げてくるのか機関投資家め個人投資家の実力を見せてやると買ってたんだけどね。でもさこの流れこの動き見とったら売ってるんじゃねえのって思っちゃったりする。これドル建ての日経平均ね。海外投資家ここあたり買ってるんですよ。この上げの時買ってるんですよ。ここあたりで買いみたいな感じで入れてるんだけど、買いの手を10月の13日の週も4,500億円ぐらい買ってるでしょ。ただここからの200日からの頭取ってからの下げを見るならば、売ってるのかもしんないね。もしかするとね、持ってるのかもしんないね。でもとにもかくにもガーファムであったりとかだとは思うよ。結局のところはアマゾン 0.31% 下落、もう決算ね、10月の26です。これがで次メタ 0.15% 下げ、ここもう決算だから10月の25日。アップル 1.24% 下げ、200日まで来たね。ここまだ先なんだけど、iPhone 15 の値下げがなんか中国の方で起こってるらしいね。今売れないんで、売れ行きがなんか振るわないらしくて、はい、なんかそういった記事が X の方で回ってきてたんで、ね、Apple も弱いね。そういったニュースが飛んできてるとやっぱし、でアルファベットも 0.64% 下げで決算、これ一番早いかな、10月24日ね。でマイクロソフトも10月の24日なんじゃない？うん、だよね。あ、マイクロソフトとアルファベットが先で、次にメタ、アマゾン、アマゾン、アップルっていう順番かな。はい。16年ぶり米国
金利 5% 超えだってって、そうだね。もうね、海外っていうかアメリカに住んでる人にとっては、別に高配当株やる必要ないからね。5% 超えたんやったら。債券買ってればいいだけだからね。で、債券が破綻すると思ってるんやったら、株はやれないからね。株はやれないからね。うん。米国は、だって債券が、米国債が破綻、まあ、米国がどうにかなって破綻して、米国債がダメになるってことやったら、株なんてもうコッパみじんにぶっ潰れでしょ。はい、コッパみじんになるでしょ。うん。最近株に興味が出てきてチャンネル登録させていただきました。今後の日経平均株価についてどのように考えておりますでしょうか。あと、まあ、うんぬんかんぬんって続くんだろうけど、年末は、僕はその安くなるんじゃないかなと思ってるんで、年末バーゲンセール期待っすね。はい。去年と一緒ならば、年末バーゲンセール期待っすね。そのための準備は、もうとっくの塔にできてると。投げ売られてくるのを僕は待ちに待ってるような状況ではあるんだけど、いろんな銘柄がね。去年も年末は安くなってるから、12月なんて半ばぐらいから暴落っすよ。いくらだ ?2 万8000から、2万6000ぐらいまで、2000円ドーンってね、この1週間、2週間で、まあ、下がったんだけど、こういった動きが入ってくるかわかんないけど、ここあたりは安くなるんじゃないかなっていうふうに思ってみてる。まあ、2018年もそうだけどね。2018年相場なのかな ?2018 年。いろいろ書いてるけど。10月3日頭取って下がってる形は、これ全然ち、まあ、変に落ちだよね。うん。で、下がって上がって下がって、11月ぐらいから、どんどん下がってんだけど、ワンチャンこういった動きもう一回入ってほしいなと思うけどね。だから、ここの動き参考にしてる。こういった動きを。ここも一旦下がって上がって、下がって上がって、下がってるでしょ。だから、こういったところを意識して、2018年相場とか、僕経験してるから、こういった感じでなんか適当に引いてるけどさ。はい。こういった形で引いてるけどさ。ここは分からへんよ。4番、例えばこうなるかもしれへんし、こうなるかもしれないし、もしかすると、こう、なんかあったらこうなるかもしれないけど、でも最終ね、ここは安いんじゃないかなと思って、そこが、ちょうどいいタイミングとして捉えられるかもしれないね、と思って準備してますけど。で、アメリカの金利は、2年債、5年債、10年債、20年債利回りはもう 5.326%%だもんね。で、30年債利回りも 5%、5% 抜けてるじゃないですか。超長期債の債券利回りが 5% 抜けてるから、やっぱでかいよね、それはね。で、長短金利差。アメリカの10年債利回りと日本、アメリカの10年債利回り引くことの日本、アメリカの2年債利回りの差は、マイナス 0.145% ですね。逆イールド解消まであと少しですね。たまに、ちょくちょく話題になるんだけど、逆イールド解消した段階で、大きくズドーンって下来るんじゃねえのっていうのが言われてたりもしたんで、それがどうなるかっすよね。はい。逆イールド解消した後に本も、もっと下げが入ってくるのかどうかってところは、しっかりと見ておかなくちゃいけないところなのかなっていうふうに思ったりはします。ちょっと待ってね。今、いろいろ見てます。はい。ごめんなさい。OK。はい。申し訳ない。5% 超えってそう、ハイアンドローさん 5% 超えてるんですよ。超長期債が。30年債利回りであったりとか。超、やっぱし、上がってるよね。OS さん、メガバンク株いつ買いましたらいいでしょう。メガバンクは月末に日銀が動くかどうか次第で上げ下げが決定すると思うので、一つ動くとするならそのタイミングだよね。だけどそこってあくまでもまだ噂の段階だから、やるかもしれないねっていうところ、日銀の修正ね。だからそれで当たり外れをやるところで、もうなんていうかな、超反爆地的な感じだとは思う。超反爆地的なところであると思う。結構やっぱし全体的に銀行株って高いところに推移してるから、地銀とか下がってるよ、ちっちゃいところは。でもメガバンクとかって結構高いところで若干押してるけれど揉んでるような状況じゃないですか。で、勘違いしないでほしいのが、銀行株は万年 PBR 1倍割れ銘柄なんですよ。で、それが簡単に、要はその PBR 1倍にタッチしてそこを切り上げていくみたいな、そういったことは妄想しない方がいいと思います。負債の件であったりとか考えてね。はい。まあ、もしかしたら抜ける可能性もあるかもしんないけどね。日本が、日銀が動いたら。でもそこだと思うよ、結局のところ。電柱さん、日銀動くなら銀行と政府、損保、そうだね。電柱さん、そうですね。前から言ってますけど、日銀が何か、修正、金利のところ修正入れたならば、まずその日見なくちゃいけないのは銀行、政府、損保、そこ、金融系、他は後回し。はい、まず見るのはそこ、銀行株。これは前から言ってる通りですね。ずーっと言ってるけど、ちなみにその、前、一番最初に日銀が修正っていうか、そこあたり入れた段階で僕ツイッター出して、銀行株ってバーってみんなにツイッターでツイートしてるんですよね。で、そこで載ってた人も結構いたんで、あそこがまずその最初のラインだったよねってとこっすよね。はい。そこ、要はその、01動かしてきたからね。はい。で、金利もし動かすってなってくると、そこもやっぱし01なんで、そこはしっかりと認識
識はしてもらわない、しておいた方がいいと思う。動いたらまず銀行。そこがリアクション打ってくるよねっていう感じではあると思う。はい。トマト銀行。そうだ。どうなってんのトマト銀行。俺超気になる、それ。トマト銀行。思い出した。いや、あのトマト銀行は、あれです。ネタなんで。一旦ビューンって上がってからポン下がってるもんね。はい。ネタです、これは、トマト銀行は。俺、この銘柄があるって知らなかったんですよ。こんなふざけた名前の銀行があるんだと思って。はい。ちょっとね、その当時、初めて、なんていうかな、僕のフォロワーさん、登録者さん、フォロワーさんが上げてくれた銘柄で分析したんだけど、はい。懐かしいですね。おー、アームが 48.27 ドルまで下がってんじゃん。今気づいた。どうなんだろうね、ソフトバンクグループの決算が、いつやったっけ ?9984。ソフトバンク。ソフトバンクグループの決算が、やっぱここなんで、11月の9日来月なんで、ここめっちゃ注目っすよね。ここでどんな、ものが飛んでくるかどうか。日本株のムードは、ここで変わるかもしれない。もしかすると。ただ、出てくるのが11月8日なんだよね。過去、あったんですよね。日経平均は、他の株が全部下がってるのに、ソフトバンクグループだけが上がってるような、そういった試合があったから、プラスになってほしいね。とりあえず、ニューヨークダウがね。日経平均先物は、ちなみに日経平均のCFD は今87円安若干戻ってきたね。いいね、いいね、上がってほしいね。プラスになれ、プラテンゼロ。レーザーテック、あれ、レーザーテックは 0.75% 下落です。ちなみに、はい、よくわからん相場だなって。まあ最終的にはビックスのマックディデッドクロス形成ですよ。まあもうでもレーザーテックはほら日柄調整っぽい動きするよねっていう風に前言ったんで、その通りなんじゃないですか。一気にこうボリバーの中央線25日まで下がるんじゃなくて、一旦高値近辺で日柄調整少しこなしてくるんじゃないのって話をいつやったっけ、先週やったっけ、してたと思うんすよ。はい。まあ、想定していた動き方かなと。パラボリックはまだボリバーの中央線に追いついてないからね。はい。この段階でまだその、バンド終了の動きが、入ってくるっていう状況ではなかったっていうところかな。今日時点では。バンド日柄調整が入って、パラボリックマック D が下落トレンドを形成すると、ボリバーの中央線25日までの軌道修正が入りやすいんだけども、ただ今言った順番を満たすためには、パラボリックはボリバーのラインを抜けてないといけないんですよね。だからそこをひっくるめて、ちょっとその高値圏内で揉み込む動きをするんじゃないかって話をしたと思うんだけど、そういった動きがちょっと入ってる。で、ニデックは今日決算やったもんね。中身はいまいち。需給悪い銘柄ね。で、村田製作所も下がってて、ペロテックも 3.93% の下落だね。4% ぐらい。で、デンソーであったりとか、アドバンスマイクロのデバイスじゃなくて、AMD じゃなくて、アドバンテストも下落って感じか。はい。川崎汽船なんか今やったよね。YY さん9107。よろしくお願いします。それだけじゃわからん。持ってるのか持ってないのか、買おうとしてるのか買おうとしてないのか、そこあたりを、明確にしてもらわないと、ちゃんと難しいんですけどね。でもこれももう、決算までほぼ動かないような状態なんじゃないですか。なんか決算待ちみたいな動きになってるじゃないですか。もうここ次第みたいな感じだと思うんですけど、もうほぼ横ばい、ワンチャン5日と50日のデッド、5日と50日のデッドクロス形成がなされるならちょいしたいかもね。うん。なんでかって？ここで止まってるから。50日ラインでボトム取って切り上げていく流れが入ってる中で、やっぱしここ重要な抵抗ラインとしてサポートラインとして機能したわけでしょ。それが5日移動平均線とクロスし、デッドクロスを組むならば、ちょい下向きに下落圧力が入ってもおかしくないよねっていう状況になるとは思う。なので、5日と、はい、50日がデッドクロス組むとちょっとしちゃいかもしんないねってことをちょっと意識して見ておくのが目先の動き。で、あとはもう決算を次第ですね。はい。決算までは分析できないから、さすがに。ここはもう反爆死です。まあ良さそうだな、同業他社の動き見て良さそうだなっていうのがあるんだったら決算プレイでもいいでしょう。奇跡のプラテン、 NVIDIA 奇跡のプラテン 1.54% 上がってるやんけ。いいっすね。 1.6% 上がってますね。 NVIDIA もね、上がってほしいけどね。まあバンドの幅の範囲内での値動きなのかな。まあ決算先だけど、その前決算良かったからね。その前に相当上がってたからさ、 AI ブームで。まあ売られて投げられて今下がっちゃってるけど、ヘッド&ショルダーの底辺近辺なんで、今のここのラインって重要なラインなわけですよね。このラインはちなみなんだよね。うん。このラインは、このギリギリのラインで今、せめぎ合ってるような状態かな。酒屋さん、知人ともなるべく会わないようにしていますよって。へぇ、そうなんだ。はい。そうなんだ。おぉ、いいねって、上がってきたね。タコさんかな？ NVIDIA がそこ割ったら株全部逃げるって決めてますって。ああ、そうなんだ。ここのライン割ったら全部切るって決めてるんだ。バンドオークになったらってところかな。はい。決めてるんやったらね、
とは実行するだけっすよね。うん、どういった動きになるか、その状況にならないとわかんないけど、ひろきおばさん、NVIDIA は、リタームーブの動きで騙し上げのような気もしている。出来高次第から、出来高伴って上がってなかったらね、はい、それ弱いってだけですからね。出来高は、まあ、至ってニュートラルな状況かな。はい。8002、ともみさん、丸紅、100株、2540円買いました。10年持ってもいいと思いますが、どうでしょうか。いや、それは、多分10年持ってもいいと思いますがどうでしょうかっていう、その10年持ってもいいっていうところは後付きだと思うんですよ。多分ね、逆行っちゃったわけですよね。そこで10年塩漬けでもいいかな、配当利回りが入ってくると、何パーだ、 3 パーぐらいか。うん、でも100株だけだからね、大した金額でもないし、 3.58% だからね。10年やったら 35% ぐらいの配当で、でそこで 20% 分の税引き、まあNISAなのかな、比例配分にしてるのかな、もしかしたらだったら丸々入ると思うんだけど、10年後は分かんないからね、どんな値段になるかのところに関しては。まず2540で買ったっていうのは、多分ここあたりで買っちゃってると思うんですけど、ここあたりはからはもう高配当銘柄終わりだよっていうことはもう言ってるんだよね、僕のライブの中では。でそこで買っちゃってるって時点で、ちょっとその一つ、やっぱそのタイミングを見余ったよねっていうところが一つなんだけど、100株っていうところでまだ救われてる。打診入れましょうか、どっかで打診っていうか難品入れましょうか。丸紅はいい企業なんで、企業であるんで、安いところでは仕込みたいところである。まあその決算でどう動くかどうかではあるんだけど、はい、100株25万で買ってるわけでしょ。安いとこでボトム打ったら買いましょうか。うん、まだそのボトム取ったような動きはしないけどね。で取得単価をまず下げる。はい、10年持ってもいいっていうんじゃなくて、その動きをしましょう。10年持ってもいいんやったら安いとこでもやっぱし買えると思うんですよ。うん、配当もらえればいいかなっていう考えだと思うんで、もちろんその含み損になってもらったら困るからね、ちゃんと適切なところで難品入れないといけないと思うんだけども、200日まで行くのかな。ともみさん、そう、おっしゃる通り、後付けです。比例配分です。ありがとうございましたと。そう。難品かけましょう、どっかで。いい銘柄ではあるんで。バフェット銘柄でもあるからね。どっかの段階で出し入れよう。難品入れよう。100株だけやったら、もう100株ぐらいいけると思う。そしたら、取得単価も半分になるんで、100株だけ入れるだけでもね。今ここで買いとは言わないんだけど、2500で、2100、2200ぐらいで買ったら、中間地点なんで、300だから、150オンか。150削られて、2350まで取得単価下がるんかな。だから、取得単価を下げに行きましょうか。目安は、やっぱし 10% 以上下がったところを一つ、見てほしいところはあるんだけど、もしやるとするならね、もう今の段階から言うと。2500で買って、もう1割は下がってるんだよ。1割下がってるんだけど、まだ止まる気がしなくてから、長期の100日と長期のラインが、レッドクロス組んできてるんで、なんだろうな、これワンチャン、ここなのか。ダブルボトム。でも、ここだもんな、結局。どんだけの投資金額でやってるのか次第ではあるんだけど、どこで買う？うん、音上がったからね。しっかりめに調整入ってほしいよねってあるよね。うん、一発入れるとするなら、試しにやってみるのはここなんだよね。で、上げていく。ミアフィートさん、まずは200日線かねって、そう、一旦自立反発が入りやすそうなところは、やっぱし一つラインとするなら200日なの。あ、先物プラスになった。そう、先物プラスになってるで、今。うん、はい。ナス、あはは、笑って。そうだね、ナスダックもね、0.05% 小幅に下落してるだけだね、今ね。サイバちゃん、米国10年債が急に下がってきてる。10年債利回りが急に下がってきているだと？ほんまだ。なんか知んないけど、10年債利回りが下がってきしょ。これは嬉しいね。なんか出たニュースが。中国で iPhone15 販売低迷、電子商取引サイトが大幅値引き。これはさっき言ったやつ。中東情勢のところでなんかニュース出たりしてる。ユーロ圏10月消費者信頼感指数速報値予想を上回りユーロ顕著。なんかニュース出てる？うん。それか、損益通算終わった後ぐらい買う。一つ、ポイントである。かもしんないね。うん。ビックス下がれって、ビックス下がってほしいね。ビックス下がったら、で、ビックスとマック D がデッドクロスを組むと、そこから一本上がりやすくなるから、うん、大口の買いが入ったのかな。 5% をスイッチとして債券買いのスイッチが入ったんかな。どう思う、みんな。それがショートの買い戻し、はい、ショートがバーンって入ってたから、とりあえず 5% 抜けるまでやってやれみたいな、売ってやれみたいな感じで入ってたところの、ところが 5% を超えたんで、そこを皮切りにバッて売りから買いに若干ぶれたっていうか、触れた振り幅が